こんにちは。今日はマグロのたたきをやりたいと思います。このマグロを使ってやりたいと思います。マグロに塩を少しかけます。両面にね。フライパンに油を軽く引きます。いい感じになってます。マグロを焼きます。別にやらなくてもいいんだけど、これをやるとなんかいいですよね。冷たくなって冷やします。氷水の中にね。エビの皮を剥いて背わたを取ります。油を入れてエビをこのまま焼いちゃいます。揚がったらエビは取り出します。油を取り除いて少しだけ残しておいてね。エビの味がするんで、これで もやしを入れます。炒めます。軽くね、軽く炒めたら出来上がりです。少しだけネギを切っておきます。こんな感じです。いろんなベビーリーフとかあるけど、それがないんでね、これを使って、このレタスを使ってこれを細く切りま す, です、ね、こうやって除いて細く、こんな感じです。ライムを絞ります。ここに醤油入れます。ジンを少し入れます。ジンは子供がいたら用意してくださいね。みりんぐらいだったらいいけど、冷たい水からマグロを取り出してね、水気を取って、それでは盛り付けたいと思います。マグロをね、うん、いい感じ。こんな感じです。パパイヤを切ります。青ネギも切ります。パラパラパラって、ね、そして最後にライムと醤油とね、ジンが入ったやつね。子供はダメよ。こんな感じにできました。それでは食べたいと思います。美味しいぞこれ。うまっ、うまっ。まあマグロのたたきって何やっても美味しいね。最高。あとこのね、エビとマグロね、うん、合うんだこれが。
うまっ。おいしい。すごいデリシャス。もやしね。おいしい。でっかいのね。わざと残してたの。でっかいの一口ボコっていったからね。最高だ。贅沢。それにはね、いい音。バッチバッチ、今日はこんな感じです。またよろしくお願いします。